シャドウムーンとカマキリ怪人のセット。いや、っていうか、なんでさ、シャドウムーンとカマキリ怪人のセットなんだろうね。カマキリ怪人やっぱビルゲニアとはさ、いやいや、あ、おじさんがいいか。やっぱおじさん。でも、おじさんさ、バトルホッパーとコンビネーションがあって、まあ、これ次撮ろうと思ってるんだけどさ、おじさんはね、バトルホッパーとセットなんだよね。やっぱりね、あのね、箱からね、箱白黒なんじゃねえかなと思ったら、やっぱ白黒だったな。シャドウムーンだ、すげえかっこいいね。仮面ライダーシャドウムーン。シャドウシリーズで、シャドウムーンゲットできるのはマジで熱いわ、カマキリ怪人もね。いや、このセットのなんかコンビネーションはあんまり、シャドウムーンと、あんまり絡みなかったよね。そんな、うん、そういうかさ、やっぱビルゲニアの方がいいんじゃないかな、因縁のさ。まあ、ビリギニアの方が。いや、でもやっぱおじさんの方がいいか。おじさんな。やっぱりちょっとおじさんとのコンビネーションの方がいいような気がするわ。で、開封しまして、どんな感じの、ね。いやー、楽しみだな。出来なのか。まあ、衝動だからさ、クオリティ高いのはまあ分かりきってはいるが、カマキリ怪人がどんな感じな、まあ、シャドウムーンは結構ね、想像つくんだよね。でもカマキリ怪人ってさ、どんな感じなんかなと思って。まあ、ギャムね。ちっこいギャムが1個入っておりまして、で、こう、プチプチに包む。これが、カマキリ怪人かな？カマキリ怪人だね。女の子のさ、変身ってなんか斬新で良かったよね。じゃじゃ変身かっこいいんだよね。お、カマキリ怪人。これボディか。お、綺麗。ペイントすごい綺麗だわ。ほら。超綺麗じゃない？カマキリ、うわ、このカマがかっこいいんだよね。動きもなんかちょっと、灯籠剣みたいな、カマキリみたいな感じで。で、ベルトな。いやー、最後の、なんか、おじさんの最後を思い出したら、なんか、カマキリ怪人を見るとね、青いでやっぱ、おじさんセットの方が、でも、おじさんはさっき見た通り、バトルホッパーとセットだから、まあ、この次ね、詳しく見ようと、あ、シャドウムーンも入ってた。なんか、シャドウムーン重てぇな。うわ、すげえ。ここも取れるのかな？ここの、ここを取って、武器が入ってたら多分できると思うけど、多分、つうか、絶対できるだろうな。あ、ほら、やっぱ、衝動だもんな。引きちぎれるね。ジョーって引きちぎってね。やはりまずはカマキリ怪人の方から開封して、見てみようかな。シャドウムーンはメインディッシュだからさ。いやでも嬉しいね。やっぱカマキリ怪人も重要な、ね。めちゃめちゃ重要なキャラだからさ、青い。だからカマキリ怪人もゲットできて、よかったかな、衝動で。ボディ、わぁ。なんかデザインはかっこいいよね、スタイリッシュでね。付属してる手のパーツは合計6個ありまして、自分のお好みで。つけて、あと残りのやつはこのね、手のスタンドにつけて保存するということで。これ便利だよね。手のスタンドがあるからさ、なくさないでこうやって刺してね、ちゃんと保存ができると。で、手をつけるとこんな感じになります。でもさ、俺思ったね、デザイン的にはさ、こう手いらないよね。全部カマであってほしかった、ここ全部。やっぱカマキリはさ、全部カマじゃん。そっちの方が、カマキリ怪人って感じがするんだけどな。手がない方が、手がこう、全部カマになってるっていうね。シャン。いやす、ベルトもかっこいいよね、この青いのさ、このベルト、カマキリ怪人の。変身シャーン変身のさ、シーンもすごくかっこいいからさ、それもさ、再現できたらすごく嬉しいね。いや、足のこのトゲの部分もいいね。ポイント高いね、デザインのね。あとメタリック塗装がすごい綺麗だな。めっちゃいいじゃん、カマキリ怪人。ちょっと色足りないとこは自分で塗り足してもいいしね。で、ゴソンガフェイス。ゴソン、おぉこれ、デザイン的にさ、モブじゃないもんな。完全なるなんか、あれだよね。おぉ、主要キャラのさ、デザインだよね。めちゃめちゃかっこいい。カマキリ怪人。すげぇ顔面ね。でも顔面、あんまカマキリって感じしないよな。あれから、偽花魔王カマキリみたいな感じの、こう、尖ってる感じの、でも俺的にはこう、大カマキリとか、腹広みたいな、逆三角形的な可愛い、あれがカマキリの、いや、なんか、カマキリみたいだね。こう動かすとね。すげえわ。で、こっちを向かせて、灯籠剣みたいな感じのポーズ。おー！カマキリ怪人。いや、いいわ、カマキリ怪人。さすが衝動だね。灯籠剣使い、カマキリ怪人って感じがしてめちゃめちゃかっこいいわ。置いてみるとこんな感じで。かなりデザインがやっぱ、引き締まってるというか、スタイリッシュでいいよね。シュッとしてるわ。シャドウはやっぱごついんだよ。やっぱ、ブラックさんも。ごついんだけど、シュッとしててスタイリッシュで、カマキリ怪人いいなぁ。おそらく、ビルゲニアとかも出るよな。あと、スズメ怪人も一応欲しいね。スズメ怪人ね。スズメ怪人がやられて、まあ、覚醒したようなもんじゃ、シャドウムーンはぶち切れてさ、頭ブシャーン！やっぱ人間の頭潰せるってことは相当のやっぱ力あんだろうな。
さすがに俺握力鬼だけどさ、人間の頭潰せないもん。さすがにパワー不足で、でそう考えるとシャドウブーやばいな。でこういろいろなプラン外してるパーツと、こう両方外してるパーツもあるでね。一番最後のブラックサンドの戦いの時だね、両方も引きちぎられてるパーツとゴソンガーフェイスで、めちゃめちゃ重要なのよこれね。あ、顔二つついてるぞこれ。なんで、あ、発光してるやつだこれ。そういうことか。差別主義者のさ、頭潰した時目発光してたじゃん、ブーンって。その再現もできるね。ほら、発光してるバージョンと発光してないバージョンがあるんだ、頭。すごいね、ダブルでついてるゲット。カマキリ怪獣とは重みが違うわ。重みが違う、ごっつ、うわ、ごっつ。シャドウムーン、これはかっこいいわ。衝動っていうのもまたいいよね。衝動でゲットできたっていうのがマジで熱いね。そしてこれが差し替えの手で、カマキリ怪人よりも多いね。6個だったのに対して8個もついてる。このいろんな手が8個ついてる。そしてこれが肩のパーツを両方引きちぎってるバージョンで、もう片っぽ、これビシュムと戦った時のやつだね。最初はビシュムと戦ってこうちぎるから、ブシューってちぎって。これ柔らかいパーツになってんだな、ここ。ここのパーツ、デザインかっこいいよね。ブラックサンもシャドウムーンもね。で、これ横、最後のブラックサンとの戦いだね。お互いにこう引きちぎろうと、こう、ガーってって、で、ブシャーってちぎって、そのブラックサンとの戦いの時の、このね、胸筋ペクトレスメジャーのパーツ。そして、ゴソンガンフェイスがさっき見た通り2つついておりまして、すげえ、発光バージョンもついてる、ほら、発光してる、ブーン。気分がこうね、高まってくると、やっぱ、ブローンって光るんだね。目がね、かっこいいね。常に光っててもいいのにね。これはゴソンガーフェイスダブルついておりまして、そして最後にもうこれが、あ、待って、あ、ビータ落ちてた、袋が出て、ビータ入ってないからめっちゃ出た。これが重要なんだよね。引きちぎったさ、シャーンって振ったらもうソードみたいになるんだよね。おー、ソード持たせたいか、これかな、これだね。右手にソード持たせようかな。右手にソードを持たせて、そして左手はグーでいいかな。ハートのさ、差し替えもさ、パーツつけるのも簡単だからいいよね、このシリーズね。おー、いやー、銀色。旧シャドウブーンも新シャドウブーンもさ、銀ボディでかっこいいよな。旧の方はロボット感すっごい強いんだけど、ロボみたいじゃん。こんな感じでめっちゃロボット感が強いんだけど、いや、かっこいい、やっぱかっこいいな、旧シャドウブーンだな。やっぱこっちのがシャドウブーンといえばな、すっげーかっけ、ドクチュ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 。足だったのね、あの音が聞こえて、シャドウブーンが来たみたい。あの音がかっこいいんだよな。これロボット感すごい。だけど、こっちクリーチャー感だよね。クリーチャー感。ほら、全然違うような新旧シャドウブーン。まあ、どっちもそれぞれの良さはあっていいなとは思うんだけど、ここでいいのが、このトゲトゲのとこ持っていいんだね。痛そうだけど、トゲトゲのとこ持ってるから、ここでいいんだわ。もうすが、まあ、ちょっと肩のパーツついてるけどね。ついてないってイメージ。今取り替えるから、すげえ。かっこいい、やば、武器持たせるとさ、迫力が違うね。めちゃかっこいい。で、まずは、ビシュムと戦った時の、これどうやって取るんだ、パーツ。ちょ、まず背中の、この、あ、待って待って。背中の、あ、こう取るんだね、まずはね。こう取ってから、こっちも、こう取って、そして、カバーを剥がすみたいに多分パカッて取るんだと思うんだけど、すごい細かく作り込まれてるね、パーツ。素晴らしい敵。やっぱ衝動すごいわ。さすが衝動のクオリティだよね。まずこっちの片方だけ取れてる方をつけまして、こっち引きちぎってるから、こっち持たせた。あ、まあ、いいか。そういう細かいのは。大丈夫、大丈夫か。とりあえずね、片っぽ取れてる方にしまして、で、こう、またつけます。カチャッとね。つける。よし。で、あとはまた穴にこう、両方とも通して、こっち側と、いやー、よくできてるな、すごいな。素晴らしい出来だわ。こだわってるね、ほんとね。シャドウムーン、完全に、あれ、待って、入るか。届かなくない？なわけないよね。届かないわけないよね。オッケー。両方とも、綺麗にはまったので、これで、おー、引きちぎって剣にしてる、ソードにしてる、シャドウムーン。素晴らしい。で、頭まず、また発光バージョンつけていい？まず、発光バージョンね。おー、すげえ発光、ブーン、目が発光してる。シャドウムーン。あと、シャドウムーン、あれかっこいいよね。創世王のさ、超能力みたいなさ、技、能力って、グーンっ
あれめっちゃ、創世音強すぎるよ、あの能力ね。その手もあるかな、能力。だからもっと、これ、でももっとパワー、こんな感じでさ、ブワーンって、もっと手開いてる方が、ないね、創世音の力使ってる、この手。まあ、これが一番近い感じするけど、ブーン、あ、まあ、これか。これつければいいか、ブーンって、創世音の力ね。あれすげえかっこよかったよな。信彦のさ、能力。めちゃめちゃ、あの、ブラックさん使えないもんね。あの、ね、創世王の。あれって使えるけど使ってないかな。それでも使う、でも使えないんだよ。だろうね。使えてたら使ってるはずだからね。使ってないよね、ブラックさんで一回もね。作中で、ね。信彦は使ってたけど、創世王の力、ブーンって。なぜかカマキリ怪人。え、カマキリ怪人とそんな絡みっていうかあったっけ？なかったよね。いや、見たのがもう2、3ヶ月前だからさ、結構うろ覚えにはなってきてるんだよね。あの、2回見たんだけど、2回見たんだけどさ、結構もう、時間経ってるから、あったっけ？なかったよな。絶対ビルゲニアとかはさ、やっぱおじさんだよな、最後のシーンね。覚えてるわ、おじさんの最後、青いとね。いや、でもよかったよね、あれは、あれでね。あの、創世王にさ、創世王になっても自由にこうやって動けてさ、なんだろう、あのね、自由だっていいけど、あのずっとさ、ねえ、座りっぱなしでさ、やだよね、あんなんね。創世王なのに強かったもんな、創世王の。創世王口開いて創世王あのブラックさんがさ、噛むシーンとかちょっとグロかったよね。てか全体的にグロかったよね。アマゾンズよかマシだけど全然。で、まず、これをつけて、その後両方ね、ぶち切れられる。ブラックサンドの最後の戦いのね、これをつけて、ついでに最後だからさ、頭もあの、発光してない普通のこのノーマルの顔にしようかな。発光しないね、このノーマルフェイスにしまして、おー、かっこいいなぁ。やっぱシャドウブーム、このクリーチャー的なシャドウブームもいいね。新旧、どっちもいいところあるわ、やっぱりね。あとは好みの問題だよね。俺あの、旧の方が好みだけど、好みっちゃ、こっち、あ、これ逆か。ごめん、逆だったわ。逆につけちゃった。こっちない、こうだね。こういうの見せた。これで、おー、シュッとしたわ。シュッとしたね。肩のパーツがなくなって。シュッとした。でもそれでもまあ、ごついちゃごついけどね、あの、カマキリ怪人とかに比べると。カマキリ怪人やっぱ女の子ってだけあって、なんかちょっと華奢な感じするよね。勝てそうな感じするわ。シャドウブーム、これはごっついもん。パンチ一発一発、一発がすっげえ重たそうな。いやー、かっこいいデザインだな、シャドウブーム。肩のパーツなくなるとさ、あの、旧の、なんか、シャドウブームに近づくよね、ちょっとね。肩のパーツがクリーチャー感増してんのかな、この、ね。すごい、いやー、まあね、バッタの足っぽいデザインっていうか、やっぱクリーチャー感あるよね。生き物感があるとクリーチャー感増すからさ。ということで、今回は衝動シリーズのね、シャドウムーンとカマキリ怪人の開封レビュー動画でした。みんなもぜひゲットして、あの、俺プレ版で買ったんだけど、また再販来るかもしんないし、プレ版逃しちゃった人は中古ショップとかで出回ると思うから、ぜひね、ゲットして。いやー、かっこよかった。あの、特にシャドウムーンがね、よかった。やっぱ、付け替えパーツもこんなにあるしね。手もこんなにあって、頭も発光バージョンもあるなんて。あと胸のね、この肩のパーツ取ってるやつもあるし、すごい良かったわ、シャドウムーン。あとカマキリ怪人。カマキリ、なんか可愛いね、カマキリ怪人、こう見るとね。すげえなんか弱々しい、足とかも細いしね、弱々しい感じがするけど、スタイリッシュですごい、デザインもかっこいい。俺カマキリ大好きだからさ、あとタガメのなんか、ね、ライダーとかも出してる、いつかね、毎回、タガメタガメうるせえけど、いや、それほど好きなんだよね。高めのライダーとかかっこいいさ、高めフォルミのやつも出してほしいかな。それでは、まあ、確かに次はね、さっき見た、ブラックさんはバトルホッパーとセットだからさ、正直ね、こっちの方が、俺的には楽しみだな。バトルホッパーに乗せられるじゃん、絶対に。いやー、楽しいだね。ブラックさんとバトルホッパーのコンビネーション。シャドウムーンとのさ、早く並べたいよね。やっぱさすが衝動だったね。さすが衝動。素晴らしいクオリティだった。ほんと、付け替えパーツもたくさんあって、作中のね、シャドウムーンを再現できるので、すげえおすすめだわ、このシャドウムーン。めっちゃかっこいい。可動だよね、やっぱね。可動がすごいから、いろんなポーズ取れるからいいなぁ。いや、超かっこいいくらい、このシャドウムーン。めっちゃよかった、さすが衝動。